下関に到着しました。今日はね、長崎から結構長い道のりで来たんですけど、前回はねお盆の時期やったから全然店開いてなかったんですけど、さすがに今日は違うね。そうだね、いっぱい開いてる。開いてるね。よかった。ということでね、やっぱり下関といえばね、フグだよね。それはそうですよ。なんかスーパー行っても売ってるとか聞いたんやけど、それ本当かな。いや、どうなんだろうね。とりあえずね、行ってみたいと思います。はい。行きましょう。ゴー。じゃあ。これはすごいな。っていうのね、しばらく待ちましょう。はい。これで皮ですね。で、これは南蛮漬けです。これはフグと明太があえてあります。皮はちょっといってみますね。なんだろう。もう味下味ついてるんだろうけれど。いただきます。うん。湯引きしてあるんだよね。かなり歯ごたえがあるね。これ相当辛い系の色してる。うん。刺しね。うん、刺しね。本当に。うん。すっごい透明。向こうが見えてるわ。本当に本当に。うん。コリコリ。美味しいね。やっぱり。さすが本場の。なんていうのかな、歯応えがね、この身自体の旨味もあるのかもわかんないけど、とにかく歯応えでさっぱりして食べやすい。うん、おいしい。端っこ。ちょび漬け。本当だ、コリコリと聞いてはいたけど、この差でよくこの食感。甘い。これはかなりね、身がね、締まってるわ。これが唐揚げ。うまそうやな。こっちは身が厚いね。じゃあ早速1個。皮こんな感じ。これ皮までパリパリそう。塩をつけていただきます。よいしょ。骨も上がってない。今骨も上がってんだね、これ。で、身はゼラチン状でトロトロして、骨周りの肉だね、これは。肉、身じゃない。なんだ、お塩っていうのもね、塩コショウ塩っていうのかな、これ。ちょっと茶色い感じの。いただきます。これは、かなり骨硬いね。かなり頑丈。口の中切りそうなぐらい、刺さりそうなぐらい硬いですね、骨が。これで最後もう雑炊をすると。混んでるね。雑炊。いいだしで切ってたからね。じゃあ、初めてかも、これ食べる。雑炊。そう。下関やから食べられるな。そうね。じゃあ、人がまだ入れてるっていうので食べようとしてる。お先に。お先に。一刻も早くの精神で。ライスイーター。まずいな、これ足がな歯の裏、ここの馬ゴンとかこのね、皮がね、ちょっと刻まれて入ってるのね、残しといて最後入れるんだね。絶妙の塩加減というのと、あ、でもほとんどこれね、相当薄味だね。で、フグの出汁だけで食べてる感じだから魚の味がすごくする、フグの味が。じゃあ、ちょっと先行ってる。うん。オッケー。じゃあ、これを。じゃあね。ありがとうございます。うん。本当はこっちも、もう結構、すっとやっぱ米はすごいね。すごい米。うん。完食。初めて食べた食感やったな。初めてなんかいろいろさ、刺身、唐揚げ、雑炊とか他の和え物とかいろんなもの一気に食べた。なんかね、向こうの人のお任せでやってもらったんですけど、美味しかった。美味しかったね。うん、美味しかった。確かにちょっとこれって言えないね、バリエーションが豊富すぎてね、料理の。で、唐揚げはね、なんかこうちょっと鶏肉のような、なんかジューシー、なんていうのかな、魚っていうよりはこう油の感じがまたゼラチン質ね、それが本当に多分もう食べることないかもしれないけど、そうね、そう、明日からまたね、普通の生活に戻りますけども、今フグ食べてなんか嬉しかったですね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。